こんにちは、スタイリストの金子彩です。今日は久しぶりのバッグの中身紹介したいと思います。まずは巾着、これはイエナ・アンファンの巾着。こちらにはいつもの欠かせない、なんかね、最近モリンガ青汁を、こちらとこれね、オーラルスプレー、マヌカハニーのスプレー。風邪予防どうですか？やばいね喉にね。これすごいの。でもこれがあれ、ハワイでまとめて買ってて、ハワイ行けなくなっちゃったんで、そろそろねストックもなくなるので。効くんですか？効く。喉が痛くなくなるのよ。すごい本当に。今度ハワイ行ったら買ってくるね。ありがとうございます。タイドゥトゥーゴーね、シミ取り、ノーズミント、あ、すっごいのこれ、運転してたりとか眠くなったりするから、強烈なミントを匂って眠気を覚ますんです。除菌していたね。サングラス、まあ運転の時とか、これはずいぶん前のセリーヌです。で、あ、そう、前回ね紹介し忘れた、よくキーホルダーを聞かれるので、クードルのイニシャルチャームと、これはアイモー系ストアで買った、不思議でしょ、でもなんかすごい惹かれちゃったの、なんかわかる手ですか？そう、手かわいい車の鍵と家の鍵で、名刺入れ、フェイラーのね、ハンカチ、タオル、ハンカチとティッシュ。手帳はね、もうずっとこのセットで。もう手帳は10年以上じゃないかしら。ねえ。ですよね。あと、ポーチ。ポーチ、これね、100年前ぐらいに、買ったのを100年前生きてないそういえばと思ってね、見つけたっていうか、可愛いですね、ちっちゃい。そう、ムヒとリップ鏡、トゥーフェイスドリップ、ココアゴールド、すっごい可愛い色のをつけてますけど、そう、口紅は今年はねつけなきゃいけないんですまあ、うんちの話つけなきゃいけないの。マスクをしててもつけなさいっていうことで実践してます。そう、青木さん、占いの青木さんがねおっしゃっていたので、こちらをつけてるのと、まあこれ、あの、同じリップにもアイシャドウにもチークにもなるセルボーク、こちらも入れております。で、あとは長女がね、もう毎朝家を出てから目がかゆい、目薬あるって必ず聞くので、それも準備がいい。もう怒るの疲れるでしょ、だからもっと早くやらしなさいとかってさ、もう朝から怒るの、怒ってるけど財布で、財布は前回はギャルソンだったんですけど、ジルサンダー買いました。これは知り合いの方が持っていて使いやすそうだったので、こちらを使ってます。まあギャルソンとほぼ同じなんですけど、このね、これがついてるからすごく便利になったのと、違う、お財布は買った後気づいたんだけど、ネイビーがすごいいい、黒よりもネイビーがいいって、また運気の話になってでよく、あの、ジルサンダーのお財布どんな感じですかってよく聞かれるので、まあ今ね、お札が1枚10枚入ってても、いや全部、あの、1万円じゃないよいくらなんだろうってちょっと思いました。そうでしょ駐車場でほぼ1000円札カードも結構10枚ぐらい、結構入りますね。結構入る、本当に結構入るの。長女に言われた時用のね準備がいい、そこもね、ほらすごいでしょ、1、2、3、4、5種類も違うそういうのも入っても結構収まるので重宝しております。薄くていいですね。そうなの、10枚入っててもこの薄さだから意外とね
まあ、領収書はねなるべく毎日出すようにした方がね運気的にもねまた運気たどり着くそういいね、うん、そう、そういうことはねできることは全部やっていかないとそうです、はい、運気をそれで上げていきますということで久しぶりのちょっとだけ更新したような交代したようなちょっとわかんないはいということでチャンネル登録とコメントよろしくお願いしますありがとうございました。Thank you.